ーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。Cの代表の篠崎です。今日はお客様からいただいた質問に答えていきたいと思いますが、ものすごい量の質問をいただいているので、今これ丸つけてあるんですけど、丸つけてあるものを中心にお答えしていきたいと思います。まずセンスの磨き方は、センスの磨き方なんですけども、美容師に関してはセンスの磨き方っていうのは2つパターンというか、2つの方向性でセンスを磨く必要がありまして、一つは日本人はですね、 80%90% の人がいいと言っていることが同じなんですよね。このスタイルいいねっていうと、大体 80%90% の人はいいって言うんですよ。雑誌の可愛いスタイルとか可愛いお洋服とか、そういう時にほとんどの人はこの、髪型可愛いね、この洋服可愛いねって言うので、まずそういうこう一般の方が可愛い、素敵、かっこいいっていうのを同じように素敵感じで思ってもらうセンスを磨く方向性、それから専門誌に載っているようなこの街中を歩くようなスタイルじゃなくて、もう前髪パーンみたいな、こう色は真っ赤っかドーンみたいな、そういうこうクリエイティブな部分のものに対して、あ、素敵だなって、かっこいいなとか、そういうふうにこう思うっていう、そういうクリエイティブな方向のセンスを磨くっていうのの、こう2方向でセンスを磨いていかなければいけない。サロンワークに関して言うと、ほとんどの方は先ほど言ったように 80%90% の方がいいというものに関して、いいっていう感覚を自分が持つ方が美容師としては成功する確率が高いんではないかなというふうに思うので、そういう方向の、センスの磨き方をしていくということになりますね。次、新卒にメッセージいただいてますね。新入社員入社おめでとうございます。人との出会い楽しんでください。ありがたい、本当にありがたいです。美容師は髪を整えるだけでなく、多方面にわたり器用を求められる、追求されると思います。例えば店の雰囲気作り、こちらなんですけども、店の雰囲気作りっていうのはですね、先ほどの話とちょっとこう続くんですけど、やはりこう 80%90% の人がいいっていうスタイルが同じなので、万人受けするというか、そういう方向のお店作りをシーノはしています。なので、コアなマニアな、ものではなくて、無機質な、すっきりした感じの店内になりやすいですね。その方が万人受けしやすいからです。多数派なのか少数派なのかで言ったら、多数派の方のものをやっていくということですね。次、身の回りのもの、掲示されているもの、バランス感覚、臨機応変さ、タイミング、気配り気遣いっていうことに関してなんですけども、これはもともと生まれ持った人間としてのポテンシャルもありますが、ある程度のところまで気がつかないとやはりやっていけないので、これはアシスタント時代に主に磨くものになると思います。アシスタントっていうのはスタイリストのアシストをするわけですから、もう極端な話で言うと、スタイリストがそこから動かなくても、はい次に欲しいものが来ました、はい次欲しいものが来ましたみたいな感じで、スタイリストが何が欲しいか気づく、でまずそこから入ることによって、お客さんが何が欲しいか、何を求めてるかに気づく、接客から接遇へですね、変化していくっていうところなんですけども、やっぱり鍛えていくしかないんですよね、そういうところ。逆に言うとなんですけども、嫁姑じゃないですけど、もうすげえうるせえ姑みたいな、よく話があるじゃないですか。そういう風に細かいことに、だからそうですよ、だからそのうるせえ姑って
細かいいろんなことに気がついてるわけですよね。だから素晴らしいんですよ本当はね。だから戦うんじゃなくて、あ、ありがとうございます、いろんなところに気づいてくれてって言っとけばいいんですよ。でやるかやらないか自分次第ですね、はい、素早さ、丁寧さ、大胆さ、繊細さ、これはですね今シーノが取り組んでいることでもあるんですけれども、やはりこう美容室っていうのは今ねほとんどの美容室暇なんですよ。まあ、ありがたいことにシーノはそこそこ忙しく過ごさせていただいている方の美容室に入ると思うんですけれど、実はね美容室暇なんです。で暇だとどういうことが起こるかっていうと、お客様とマンツーマンの営業になって時間がどん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 遅くなっていくんですね。でこれも勘違いしている美容師さんもたくさんいると思うんですけど、ゆっくり丁寧にやることがお客様にとってのいいことっていうふうに、こう違う方向の、満足のさせ方というか、なんかそういう方向に行く場合が多いんですけども、実は正反対でほとんどの人は時間がないです。ですので本当はパーマもカラーもやりたいんだけど、もうできればもう1時間ぐらいでやってくれよみたいな感じの人が多いと思うんですよ。1時間で終わってくれるならパーマカラーいいよ、だけどパーマカラーやったら 4,5 時間かかるじゃんみたいな感じなんです、ほとんどの人は。なのでなるべくこう時短はサービスっていうところを、まあ、ここ今年のテーマにシーンは掲げているんですけど、やはりまずこう意識しないとそういったところは変わっていかないですね。今までこうゆっくりやっちゃってたから。でですね、ここにあるようにこう素早さ、丁寧さ、大胆さ、繊細さ、細かくやれば細かくやるほどやっぱり時間がかかるんですよ。でですけどやはりその中にも例えばですけど、行っちゃっていい時は大胆にバーンって行くし、バーンって行っちゃった後に細かいことはもうしっかり丁寧に繊細にやるっていうことが必要で、バーンって行っちゃっていいとこなのに細かく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 やってたら時間かかるじゃないですか。だからそこバーンってやっちゃっていいんだよっていうところにこう早く気がつくこと、それから丁寧に丁寧にやらなきゃいけないのにこうパンチってそこを見逃したりとかするんじゃなくて、そのダーンってこう大胆にやっていいところやっていいんで、逆に細かいところはしっかり気をつけてやるみたいな、そういうこうメリハリみたいなね、そういったのが必要かなっていうふうに思ってますね。取り組みの姿勢で、これ取り組み方の姿勢って書いてあるんですけども、取り組み方の姿勢と日々モチベーションを高める工夫っていうのも書いてあって、でこれはねある程度こうイコールになってくると思うんですけど、まずね結局自分がどうなりたいかなんですよね。例えばこう技術を覚えるときに苦手な技術が出てきたり、いろいろこう難しい技術になってくるとこう壁に当たってへこむんですよ。イチローさんの引退の時のインタビュー記者会見で、忘れられない受け答えがあって、まあ、子供にメッセージが欲しいってアナウンサーが聞いて、でイチローは、まあ、野球じゃなくても何でもいいから夢中になるものを見つけてほしいと、で夢中になるものを見つけると壁を越えられる、夢中になってないと壁を越えられない、だから夢中になるものを見つけて壁を越えるっていう感覚を知ってほしいみたいなことを言っていたんですけど、まさしくそうで、自分がそのどうなりたいかっていうことをクリアするために壁がたくさん出てくるじゃないですか。だけど自分がこうなりたいって強く思っていればその壁を越えることができるわけですね。で越えられない人が辞めてしまうわけですよね。なのでこの日々のモチベーションを高める工夫っていうのは、日々自分がどうなりたいかっていうことをこう自分に問いかけて、それをやるために目の前にある課題をクリアするっていうことを、まあ、常にこうやっていくということだと思うんですね。でやっぱりねこうモチベーション上がらない時もあるし、すごく上がってる時もあるんですよ。で上がってる時はやるんですけど上がってない時はやらないっていう風になるじゃないですか。これもねあながちやんなきゃダメだっていうことではないと思うんですね。こうやりたくない時にやっても身にならない感じがするので、だけど常にそういう風にこうやりたい、やらなければいけないっていう、こうモチベーションにつながるかどうかっていうのは、先ほど言ったようにこう自分がなりたい美容師像だったりとかっていうところにつながってくる、んじゃないかなと思うんですね。夢中になっているとかね、それをするためには、
なんでしょうね、やはりこう自分の将来像をしっかり持つっていうことではないかなと思いますね。新たな発見、発想の転換、新たな発見についてなんですけども、新たな発見っていうのは発見がね起こらない人もいるんですよね。あまりにもこうあまりなんかこう発見が起こらない人で、新たな発見がないと次にこうじゃあその気づいたことにを実行するためにこうしようみたいなことにつながっていくんですけど、新たな発見がないっていうのはですね、もうこれ簡単なことで日々疑問に思っていないっていうことなんですね。日々疑問に思っていない、安心しているってことなんですよ。でこの安心っていうのはもう非常に良くなくて、安定安心、それはですね一時期の一時のこう、心の安らぎとかそういったものにはつながってくるかもしれませんが、安心安定した瞬間に周りがこうどんどんどんこう行ってしまいますね。で、いろんなことに気づかなくなる。これでいいのかなとか、もっと例えば美容師ならもっと早くやる方法があるのかなとか、もっとうまくやる方法があるのかなとか、もっとこの人のためにこういうふうにしたいんだけど、どうそのやり方がないのかなって日々こう模索している状態ですね。それがないと新たな発見がないです。だから新たな発見がないっていうのはもう安定安心してて、もう正直言っても心の奥が安らいでる状態で、それはもう一瞬しか続かないっていうことですね。他者競合との調整、これはですね、まあ、美容室も本当にオーバーストアで、特にこう埼玉県川越市のことで言うと、またできたのっていう感じなんですね。でどう考えても川越で10年間美容室をやってる立場からするともう無理です、正直言って。なのによく出してくるなと思うんですよね。ほとんどはその川越のサロンでされてた方が、まあ、近くで独立するっていうことが多いんですけど、まず美容室を経営していく上で他社よりも優位性がある、優位性がないと経営的には成り立たないってことが3つあると思うんですよ。1つは求人っていう面で他のところよりも優位性があるということが大事、それから集客っていうところで他社よりも優位性があるということが、大事、そして集客だけではなくて顧客化することに対して他の会社よりも、一歩優位性がないといけない。でこれをですね、個人、これ個人でしょっていう風にやってしまうとですね、やはりこの個々の力だけになってしまうんですね。もちろんですね、個々の力、マンパワーが一番大事なんですけども、それプラス会社としてのこうシステム作りみたいなのが大切になってきて、他のところよりも、まあ、一歩でいいと思います。一歩優位性があるような環境を作ってこないと今経営的には成り立たないんじゃないかなと思っていて、そういったのを日々そのサロンワークをしながら、気づいたところをスタッフに伝えているっていう、でそれを文章化しているっていうのが僕の仕事であることは間違いないです、はい、働き方改革取り組み、これはですね、ここ5年ぐらいかな、3年ぐらいかな、かなりいろんなところを変えてきたんですけど、まず営業時間の短縮、土日、平日1時間ずつ短縮しました。そして日曜日祝日休みを月に 1回ですね、お約束しました、スタッフと。なので、ゴールデンウィークも一応3連休があります。それから残業の廃止、ちょっと、ね、これ後の話につながってます。残業の廃止、朝にミーティング、朝に練習っていうところが、まあ、今ここ数年でやった一番の働き方改革かなという感じがしますね。もともと1週間夏休みとかっていうのはあったんで、まあ、だんだんね、そういったところも働き工夫としては良くなってきてるんじゃないかなと思うんですね。でそのこの働き方改革取り組みっていうところと、質問には書いてないんですけど、こうブラック企業とかっていうところのこうよく美容室ブラックでしょみたいな、
1個前に開けた動画でも美容師さんの睡眠時間ってどうなんですかっていう質問があったように、美容師って結構こうハードワークでブラックだと思われてるじゃないですか。けどね、これみんな本当に勘違いしてると思うんですよ。営業じゃなくて、例えば残って練習、朝早く来て練習でこうすごく遅くなっちゃうとか大変なんでしょうみたいなことを、言われる方いるんですけども、そうじゃないです。それ自分のためにやってるんですよ。自分が、なりたい美容師の将来像のために頑張ってるんで、そんなの全然ブラックじゃないです。ブラックにむしろならなきゃいけないです。自分ブラック計画なんですよ。自分を厳しくブラック化してる人たちだけが将来的に美容師として活躍できる方で、はい帰ろうって言って疲れて帰る帰るって言ってる人はそこまでなんですよ。その数少ない自分ブラック化企業している子たちだけが将来的にこういい景色が見れる、例えば収入的な、もう本当にぶっちゃけた話で言うと収入的にも、いい収入が得られて、っていう方はやっぱり若い時にそうやって自分ブラック化してるんです。僕も今から考えればもう完全にブラックしてましたし、やりたいやりたいってやりたいやりたい俺はこういうふうにやりたいんだって思ってたから勝手に自分ブラックになってただけで、そういうふうにやった人間しか見えない景色っていうのを、まだ全然まだ先があると思うので、やっぱり見たいし、見るためにそういうふうに自分ブラック化してきたと思っています。人生のライフプランを従業員の方々まで背負う考え方、これは例えばこう美容師、いい美容師がいい経営者になるっていうわけではないじゃないですか。これはもう有名な話で、名選手名監督にならないっていうのと同じだと思うんですけど、僕がチーノを起業した時に会社を作ろうって思ったんですよ。だから美容室を作るっていう感覚じゃなくて、こう会社を作って起業しようと思ったんですね。で、まあ、定年までっていう言い方がいいかどうか分かんないですけど、やはり長い期間いてくれる子に関してはもう命をかけて守ろうって思ったんですね。なので売上が上がってないところから、社会保険週休2日、ある程度長期で働いてきていただいて、これからも長期で働いてくれるっていう方に関しては退職金に入れるっていうことを、やっていまして、だん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 年齢もねこう上がってくると、求人がうまくいってればどんどんこう年齢層がこう若い子と離れていきますよね。まあ、その時の対策として、例えばこう別のブランドを作ってそっちで働いてもらうとか、いろんなことを考えていますので、やはりお互いに信頼関係で成り立ってますけど、いや僕はもう死のにいるつもりだよっていうスタッフに関しては、僕も信用してるし向こうも信用してくれてるし、命をかけて僕は守りますっていうことをもう伝えています。なので、背負いますよ、それが経営者だし、僕は自分の家族も背負ってるし、スタッフも背負ってるし、例えばスタッフ家族で言えばスタッフの家族も背負ってる、ファミリー、実際にだんだん10年とか経ってくるとそういうスタッフが増えてきてくれてるから、それはもう守る、守るべきもので守るべきものがいっぱいあった方が、僕のモチベーションも上がっていくいうことだと思います。 もちろんプレッシャーもあるんですけどね、プレッシャーもあるんですけど、やはりこう大きい会社になれば大きい会社になるほど、やっぱりトップに立つ人間というのはいろんなものに押しつぶされそうになったり、いろんなプレッシャーにこうやられそうになったり、メンタルやられそうになったりみんなしていますし、今も全く悩みがないなんてことは もう全然なくて悩みしかないです。ただそれでも潰されないでやっていくぞっていう気持ちになっているのはスタッフがいるからであり、僕でいうと家族がいるからであるっていう、その家族っていうのがスタッフも含めた家族っていうことになると思いますね。これは美容師として独立した時からの考えでありますね。はい、こんな感じでしょうかね。スコアメイクの取り組みっていうのがあるんですけどね、ゴルフに関してのスコアメイクに関してはね、やはりグリーン周りと OB を打たないということではないでしょうか。ということで
この動画を終わりにしたいと思います。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。いただいた質問は誠意を持ってしっかり答えさせていただきたいと思います。チャンネル登録、こっちかな、お店のマークをクリックしてください。ゴールデンウィークもあと数日ですが、有意義に皆さん過ごしてください。それではさようなら。ご視聴ありがとうございました。